私もそっちに行きます。あ、そうしよう。では読みますね。次、なこさんです。どうぞ。なこさん、
そして今歌った曲はマリア&ジョーカーという曲なんですけれども、この曲をぜひ歌ってほしいと友人に言われまして、じゃあやってみようじゃねえかと思ってやってみたところ、はい、本当に難しくて超焦りました。いや、盛り上げていただきまして皆さん本当にありがとうございます。さてと、それじゃあね、ちょっと次の曲がまた雰囲気が名古屋らしい感じになりますので、ここで少しお知らせだけさせていただきたいと思います。来月ですね、10月たくさん出演するんですけれども、まず最初に出演するのが舞台なんですよ。名古屋一応声優役者として活動しておりますので、はい、まず最初は役者として出演させていただきます。新中野にあります新中野ノブ NOV と書くスタジオがあるんですけれども、そちらで西遊記のねパロディの作品に舞台に出させていただきます。名古屋なんとアクションやります。アクションもやるし、あと一応お笑い担当という役回りで出演しますので、もしよろしければぜひ見に来てください。あとですね、アニメの方にも出演させていただいておりまして、カラフルというアニメね、ご存知でありがとうございます。はい、さっきいなかったよって人は残念です。名古屋ちょっとその出演してる声でやらせていただいたんですけども、もうやりません、はい、もしよかったら、やりましぇよかったらニコニコ動画 YouTube でカラフルというタイトルのアニメ配信してますので、ぜひ見てください。名古屋は大臣といううさぎのなんか変な生き物の役で出ております。よかったら見てください。あとですね、10月のライブ情報等々は Twitter で告知しておりますので、よかったらアットマーク P2 名古 NOGO 名古、ひらがなで名古あゆみで検索していただいても出てくると思いますので、よかったら見てやってください。というわけでお知らせでした。さてと、それじゃあ2曲3曲続けて、2曲目3曲目続けていきたいと思います。今日は一応全部3曲ともナナ様の曲で、はい、持ってきたんですけれども、多分ねシングル曲が入ってないので聞いたことねえやっていう曲もあるとは思うんですが、ぜひぜひ音楽に乗って楽しんでいただけたらなと思います。それでは2曲目聴いてください。ハッピーゴーランド、お願いします。Now